やでも、1ターン目はさすがに、おとなしくしとく。はい。あ、なんか最近さ、最近でもないのかもしれないけど、ツイッターの、スペースって機能。言ってるの、それ。ありますね。なんかあれ、いや、俺あんまなんかああいうのはまらへんかなと思ってたんやけど、この間深夜の4時にさ、なんか寝れへんなと思って、こう、ツイッター覗いてたらさ、プテラ高橋がスペースをやっててさ、最近ようやってる。あ、なんかどういうことやってんのやろうとか思いながら、ちょっと聞きに行ってみたんですよ。そしたらプテさんね、ピアノ弾きながら歌歌ってたんですよ。夜中に深夜4時に、深夜階段やん。音楽室にね、音楽室に現れたんですよね。近所の住民が階段と思って兄貴夜中になるとピアノの音があれいいでしょ、やってみたいなと思いました。すげえな、単純にそんなことができるお家っていうのがすごいね。あ、まあ確かにね、実家そうそう、ちょっとやっぱはばかられるというか、すごいよ、すげえな。これでプテさん今日いないって、よし壊しに行くと、そんなことより壊しに行くと。やばい、高橋さんに見られるかも。でも構わない。うわー、よし。やばい、それやばいって。あ。直せないよ。踊ればよかったな。まあでも使命を果たした。最悪使命を果たした。最悪使命を果たした。チェロスケ今だ。あら。チェロスケ死ぬの？ほう。ですか。直近だ。めっちゃ直近だと思う。僕もエレキでめっちゃ直近で見た。エレキ。神様を右下に置いてった後に僕がメインに上がるときにすれ違いました、チェロスケ。マジか。だから結構神様怪しいです。サントスさんは停電前なんですけど、武器庫を下っていってるのは確認できてます。はい、そっちか。チェロスケは、そうね、初手はチェロスケメインで湧いて、一回エレキに降りてきたときは一緒だった。あ、でも中野くんもエレキにいたね、確か。あ、そうっす。で、まあ、なんかチェロちゃん2回エレキに来てるから、クソ怪しいなーって思ってたら死んだ。僕最後までエレキにいるんですけど、行動がキッチン、展望、キッチン、石油、エレキ。僕がエレキで見たのが、高田さんと荒山くんだけで、チェロちゃん見てないから、正直わからないですね。もう本当に最後の最後ですね。多分高田さん出てった後に僕が神様を右下に置いてってメインのはしごですれ違いました。あ、そうね。俺がメインからシャワー入るときにシャワーからメインに行ってアーカイブに行ったら7個がいてっていうルートだから、ちょっと待ってね。サントスが左側なんだったら7個両方ともの機微に関われなさそう。はい。俺貨物で停電を直してます。あ、停電直したの7個なの？はい、俺です。サントスはどこだ？最後、コックピットに入ってるんだけど、直前、畑坂君と源さんとすれ違っていて、コミュニケーションとコックピットの扉だけが開いていて、武器庫の扉が閉まっていると思うので、それでコックピットに行くことは証明できるけど、まあ、ベント容疑とかって言われたら怖いなって感じ。多分これ、エレキのキルで進めてほしい。僕、容疑者でもいいんで、対抗が開けてない。エレキで死んでるとして、直近でしょ？白だけ上がってほしい。中野くんではない。いや、わかんない、僕目線は。それ以外の容疑者がいいかわかんないから。多分他の浮き位置を多分聞いた方が。トータスリアクター右です。最後、ダウンロードして最中に閉まったかな。コミュニケーション以降、ゲンと畑坂さんはほぼ同行です。OK。ハイプレスはもう無理かな、アイレキのキルは多分、サロフタレ視点で。そうだね、俺もチロちゃんは見てるけど、抜けてってるので、その後死にもされてるし。ちょっと待って、しまったっつった、今、トータスさん。はい、最後、中にいてるはず、俺。リアクションね、僕、太鼓、アレマ君にあげるわ。これ、釣らないと思わないから。俺、シェリフなんで、慎太郎に投票します。アレマ君まで釣ってほしい。これ、配置決めないと負けます、多分。強靭が来てる前に。トータスさんはキッチン脇だから移動しすぎだなとは感じて。いや、タスクして移動してます。右枠ね。アドミン壊れてました。あら。あらら。壊しておきました。あ、マットメイト？はい。すいまーん。いや、でも、死ぬ前に使命を果たしたんで。シャロちゃんが待ったかと思った。議論的に。いやー。確認しに行ったら死にました。マット切っちゃったか、まあまあまあ。相方がいい位置にいるんでね。ナイス。はい、やった。左を直してボタンを押しました。この白さ。右直ってました。あ、右は畑総君直すの見てます。視点では神様か、まあ、浮いてる人間が責任できるくらいしかないので、うん、まあなんかそのトータさんの証言が違うんだったら詰めてほしいくらいです。いやいや、合ってる合ってる合ってる。アーカイブのところの扉は閉まってた。そう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 、扉は閉まってたから一応証言自体は合ってる。エレキで高田さんたちだって停電してなかった直しに行こうとしてる最中に、ちょうどリアクター右に入った時に直ってダウンロードしてる間に閉まりました。ごめん、7個トータスでそこが取り合えてて大丈夫っぽいんやったら、いや見られてないからそこまで大丈夫じゃないかもしれないな。高田さんの情報的にもう高7は絶対もう両方無理なんで、まあシェリフですけど、一応右は閉まってたから一応トータスの言ってることは合ってて、で、俺がね、がっつり浮き位置になってると思うね。源さん、畑底君が白鳥やってるやんか。俺視点はだけ源さん、畑底君がもう初動で繋がっていて、2人で白取ってるようにしか見えなくなっちゃう。一応このターン、ハイブリさん釣りたい、それは。そうなると思ってるから、その提案をしている。初動で、剣士と、アルマ君とチェロちゃんと一緒にエレクトリカルですれ違った時あったやん。アスタリスクのタスクに検証入ったときにアルマ君がいて、その後停電なっていて、停電長かったので、直しに行くかどうかっていうのも見たかったから、一周、メインからエンジンコミュニケーションでアドミンとかも見ようと思ってコックピット入ってるのね。で、その時に原産畑迫君がコミュニケーションからエンジンに入ってくるところですれ違っているので、ちなみにハイブリさんはアドミンを何秒かぐらい見れてないです。もうその時点で壊れたという主張です。いや、見れてないです。見る前にボタンです。見に行こうとしたって行動理由だけを説明して。ちなみに、ゲンと畑子さんでアドミン見に行ったときはもう潰れてましたよね。僕は触ってないです。ごめんなさい。あ、そうなんですか。私はもう触った時点でもう潰れてました。で、私はサントスさんが潰したんじゃないかなって思ってました。ああ、なるほど。はい。ゲンさんが停電に入る前からコミュの中の通信室の中のダウンロードにしに行ってるのを見たんで、僕は配線やった後にその後確認しに行ってます。だから絶対ゲンさんできないです、実際。ハイブリス俺の懸念はゲンさん、畑坂君の2人外だけど、短期体だったらあとアルマ君しかないから、ただ慎太郎君とやってるから、なんとも言えない。俺釣りでいい、俺も投票です。終わりませんよ。終わらないよ。僕の値切れです、ちなみに。そう。マジか。時計的には気づいてましたけど。値切るか。いや、位置がね、クソ悪かったな。完全に浮いたなって思って。ああ。いいキルいってしたね、2キル。すごいな。サントスさんが見つからなかったら、意外と。サントスさん、どこ？展望の配電盤前とかじゃないかな、確か。やんなと思って、あれそっちから来てるなと思ったから怪しんじゃった、あの2人を。でも10人はやっぱり釣りがすぐ入るから盛り上がりそう、行議論が盛り上がりそうね。なんかバッとなんか俺も割と自分が危ないっちゃってすぐ分かれるっていうか、ややこしくない感じがする。いつもより早い。もうバイタルずっと見てタスク勝利諦めてる人いるんだけど。やってますこの人。誰？やる気ないですこの人。マリカやってる絶対。マリカやってるわ笑う。バイトル画面で。バイトル画面でマリカやってますこの人。マジで。何を探してるんだろうね。何を計測してるんだろうねそこは。あまあ誰も死んでない。ずっと見てました。今キルしなかったのは。いや、でも、いや、畑底さん僕の相方じゃないから。うわぁ、マジか。秒前に死んでます。めちゃめちゃ直近で死んでるとだけ。めちゃめちゃ直近。5秒ぐらい前にバイタル見たときは、デッドまだついてなくて安心してました。で、エリキに戻って、レバータスクの続きやってました。僕はバイタルを見ていて3秒前に死んでるのを確認できてます。であとアルマさんはエレキに1回来られてて、エレキの6番の部屋で1回お見かけしました。なので多分、バイタル方面か貨物方面だと思ってますが確定でないです。とりあえずエレキ周辺でアルマさん死んでます。直近だったらトータスさん難しいと思うんだけど、ほぼ直近でトータスさんと俺ミーティングですれ違いだったから、いやでも、いや、ないない、検査はシリフだし、7個到達がないんだったら、僕としての検査になっちゃいます。高田さんがシリフシーンを記事しているんで。トータスさ、アーカイブいた時あったじゃん。はい。あの時にね、アルマって貨物に抜けてんだよ、ラウンジ側から。あ、そうなんや。そうなのよ。で、どっちかに抜けたのは見てました。はい。貨物からバイタルエレキっておそらく言ってんのね、原作の証言だと。うん。で、エレキ側に戻るの？原作から僕って否定できないですか？3秒前じゃない、まあ3秒っていうかめちゃくちゃ直近じゃないですか。僕をバイタルに置いていったじゃないですか、原作って。原作視点僕をできないって言えません？ちなみに畑迫さんを置いていった後、私もう一回バイタルを見に行ってて、その時はデッドついてなかったんで。サントスの下上がった時って、旗源って両方ともサントスのキルってできないの？あの時はできなかったと思います。サントスさんのお肉ってエレキですよね。いや、だったら左武器庫キッチン展望とか。武器庫側に下ったって誰が言ったんだ？あ、僕です。その情報自体は私も事実ではあると思います。はい、停電前に下ってるのを見ています。畑迫さんはエレキキルはできませんが、もう一つのキルが左だったら不可能ではないです。いいね、審査もの。でも、原産を釣って畑迫を打つとかで終わりだと思うけどな、7頭できないんじゃないこの情報から。そもそもの2キル目に関われないと、トータスさんは直近だったら不可になる。うん。ので、エンジンに集合？いや、トータスはね、直近だと無理だ。いや、普通に振り分けてもらってでいいと思う。はい。リアクターないそうだ。おそらく、畑迫さんだと思います。右へ行きます。わぁ。やったな、シン様。神？シン様が一人でやった俺2キルと思う。あ、一人2キルです。うわ、うわ。嘘だ。あ、なるほどね。ばっかり安いキルしたなぁと思って。あー、してやられたなぁ。いや、でもまだわかんない。2キロ追えなかったのね。きつかったな。いや、追え、追え。そう、唯一追えそうなサントスさんがマットだったから。そうそう。アドミンバッカーはサントスさんかじゃ。やば。直近なんだよね。直近です。のバイタル情報で3秒前です。待って、源さんが貨物に、いや、違う違う、エレクトリカルで見たっていう発言をしていて、直近なんだったら、トータスさんは不可。トータスから7個ってできんの？いやー、向かってきてたらギリギリランデブーできるぐらいの距離やと思う。でもちょっと待ってね。3、これ、だって、原産釣って終わんなかったってことは、サントスのキルを、畑迫もできないってことになっちゃうんだよ。あの時の俺、慎太郎だと思うんだけど、慎太郎はエレキ側でチェロスケ絶対切ってると思うのね。俺も見てるから、エレキに慎太郎行くの、チェロスケが直前メイン側に入ってくの見てるから、サントス、ちょっと待ってよ。ゲンさん、そっか、畑迫からも出てんのか。一応あれか、あのターンって、一人に切るってできたのかな。割と時間。あったと思う。あったと思う。俺、バイタル見て、サントスめっちゃ前に死んでて、で、サントスの死体探してて、チェロスケ直近で死んでるから。ああ、じゃあ死んだろう。じゃあ、停電はぼちぼち長かった。停電はぼちぼち長かった。停電になる前に、並ぶサントはすれ違ってるから、ないわけではない。むずい、これ。いやいやいや、ちょっと待って、俺、トータさんは白。いやー、畑迫源さんから直近の情報が出るんだったら、俺はトータさん白に追っかざるを得ない。やっぱいや、トータさんで俺もできないと思うよ。俺も、合ってるから、ターンで。僕のファイタル情報で白出てるんですよ、これ。いや、むずい、これ。だから、結局、ごめん、源畑のラインを追わざるを得ない。いやいや、無理です。絶対無理です。僕、クルーなんで、絶対無理です。源さんから白が出なかったらおかしいじゃないですか、僕。僕が、バイタルを見ていて3秒前まで見てるんですよ。3秒前まで見てるのにゲンさんは見に戻ったって言ってないですよ。僕の食い違いです、それは。まあ他確実にゲンさんはまあ多分マットメイトなのかなってちょっと思ってます。ああ、ゲンさんマットがあるよね、他だってラインがあるとして7桃かさ旗ゲンしかないわけなんですよ、結局。じゃあいや7桃はなくてもいいかもって思って。まあ、でもごめん、どのみち俺、戸田さん、白置き進行せざるを得ないから、ミーティングでキルが起こせないので、で、その直近情報を出しているのが畑源なので、畑迫に入れざるを得ないな。え、どっちですか？俺は畑迫に入れました。高田さん、どっちに入れました？畑迫に入れちゃった。はい、現畑って絶対やりないですよ。現畑はないとは思うんだけど、所定の最高してたじゃないですか、負けですよ、これ。戦ってください。戦ってください。やばい。シェリフの決戦がある。これはいい試合やな。あ、決戦があるのか。そう、決戦あるから。そう。だからシェリフが打てればワンチャン。トータスさんを見つければ、ナナコさんの。トータスさん隠れてる。トータスさんで合ってんのかな。わかんねえ。あれだ、さっきのキルはトータスさんがやったってことですよね。あ、でもこれ。あ、でもこれそうだ。リアクター待てば勝てるか、そもそも。あ、確かに。リアクター待機で。っていうか、リアクターで勝ちだと思うけど、リアクターであと逃げてれば。タスクどうなんだろうね。いや、タスク無理でしょ。終わってますよ。無理。終わってるよ。僕は絶対無理。高田さんがうろうろしてます。始まったね。早打ちガンマン対決が。すごいな。これは耐えの勝負やな。でももうあと1分切ってるからな。あ、連打してたか。やったー！なんちゅう終わり方や。いや、これはうまいわ。もうあの時間になったら弁当の中に隠れてるはずやから、高田さんと一緒に行動しやなあかんと思って探しに行ったんですよ。俺がうまく切って終わるって。いやいや、太郎ちゃんの所定のおかげでずっと白取れたよ。いや、いいですね。俺は僕2キルです。よくたどり着いたなと思って。終えたなって思う。いや、でも、となると分かんねえな、もう。シングルキルは無理でいいですからね。全然追ってなかったわ。これはうまいわ。いやでもそうだよな、サントスの俺バイタル情報見てたから一応あるなと思ったけどもわかんねえな、そうなってくると。これはうまい。ちょっとやめた。時計もバッテンを追ってなかった。ああよかった、高田さんと思ったら終わった。連打したあの子どこだろう、でも海外から来るからね、一本さんも連打。まあもう連打せざるを得ない。まあまあ得ないですよね。もっと落とす。初めてこの負け方した。多分リアクターの弁当ぐらいにもう入られてるやろうなと思ったんで。どこいたんだあの子。あ、もうラストリアクターの弁当右左右左。ああ、そういうことか。トータスさん来ないかなっていう感じだった。だから絶対に行くもんかと思って、高田さんととりあえず合流やと思って。あ、そうか。なるほどな。いや、これはいい試合でした。いやー、いやー。わからんかった、これ。だから、ギリのライン、トータスさんと一緒にミーティングですれ違ったって言ったけど、あれが多分5、6秒前の話。そう、停電になる前やったから。だからもう急ぎでグイーンって行って席前で切ってるからいいね。ここだけやね。ここまで行ったんや。そこまで行けた。しかも切った瞬間にボタンやったから。あ、そうだ。うわ、それはなるほど。全く分からなかった。こりゃすげえ。お二人ともお見事インポスター。お見事。ああ、太郎ちゃんの書店に切るマジで聞いた。